好調阪神を引っ張った新庄ら若田選手による試合とあってスタンドにも若いファンが多く詰めかけました。イースさんはヤクルトのルーキー石井が先発。新庄は1回2アウトランナーなしで石井と対戦しました。144キロの快速球を見逃しの三振。ウエスタンリーグの先発はダイエーのルーキー若田部。若田部は2回1対1と同点に追いつかれ、ワンアウト満塁でイースタンのトップ西武の大塚。公式戦14試合の若田部が完満なプレー。記録は中日のセカンド山本のエラーでイースタンが2点を追加して3対1と逆転します。7回3対3と同点に追いついたウエスタン。8回先頭バッターは代打オリックスのルーキー鈴木。イースタンの6人目太陽のルーキー宇藤の140キロ台のストレートをジャストミート。勝負を決める勝ち越しのホームラン。結局ウエスタンリーグは4対3で勝ちました。鈴木はこの一振りで MVP 最優秀選手に選ばれました。いい動画で使っていただいて、皆さんに感謝してます。オリックスの鈴木っていう名前をこの機会に覚えていただきたかったんで、よかったです。